今日は寒いから遠くまでよく見えるな。ほら、先生もそこに立ってないで登ってこい。心配は無用だ。象が登っても壊れないくらい頑丈に立ててある。そういえばこの足場、私たち法務部にどこか似ている気がするな。建設に欠かせない重要な資材だが、作業が終わったらまるで最初から存在しなかったかのように消えてしまう。からなのかな、現場のどの風景より足場から見下ろすこの景色が私は一番好きだ。建物の端からさらに一歩進んだ先、誰かがこの外壁の外側で一生懸命に汗を流したという痕跡の視点。観光した建物からは感じることができないこの景色を、私は先生と共有したかった。